試合久しぶりにして難しかったですし、今からまたこう選手として戻るのは絶対無理だなって思いましたね。昨日出たのは当日の朝に選手が1人怪我したって言ってて、急遽出ることになって、一度も練習してないですし、引退したっていうのは変わらないんで、これから出る予定もないですし、久々に、約韓国戦ですね、オリンピックの韓国戦の用具そのままですし、それ以来のちょっとした練習ということで、卓球ってめちゃくちゃ難しいなって思いましたね。1ヶ月半1ヶ月半やってないからできないのは当然なんですけど、本当に試合久しぶりにして難しかったですし、今からまたこう選手として戻るのは絶対無理だなって思いましたね。